500日おめありがとう。まだ500日経ってないけど ちょっとで500日です。やばーやばばー。お疲れだって。お疲れ様です。今日はみんな何してた。すごい500日お面がたくさんある。ありがとうございます。お仕事元気元気。仕事か仕事か。くっちゃねくっちゃね。一日家にいた。仕事からの城山動物園いいないいな。私はもうひたすら荷ほどきと片付けしてましたもう一日中してましたね。なんか収納付きベッドを買ったんですけど、その引き出しに長袖系とかね入れてたんですけど、ベッドの下に移して、そうそれで移したりとか、あとテレビ周り変えたいから、そのテレビ周りの荷物をベッドの引き出しに入れたりとかしてました。そうもうずっと動いてましたはい、圧縮袋がね欲しいんですよ今。そう圧縮袋が欲しいので、そう自宅待機がけたら圧縮袋を買いたいと思います。500日おめでとう。あともうちょっとで500日になります。ちょっと1分ぐらい遅れちゃったけど、ショールーム僕は何をする。今消えてたの。体調大丈夫ですか？全然大丈夫です。そうツイキャス見に行ったんですけど、なんかどうやってコメントするんだろうと思って、私ツイッターから見てたんですけど、どうやらそのアカウントっていうか何インストール、ツイキャスをインストールしなくちゃいけないってなって、インストールしたはいいけど、パスワードが分かんないってもういろいろ漁りまくってやっと連携できて、そう大変でした連携連携なんかそうパスワードとかね大変でした。そうそうそう、すごいハロー大丈夫なん、全然大丈夫そう、いやドレミたち、ドレミライト当てるとなんか怒るっていうのがなんか可愛かった可愛い可愛いね。ドレミさん寝てる
のとかさ、エゴサすると出てきてさ、めちゃめちゃ可愛い、可愛い、可愛いドレミ。うん。そうなの。チンチラめっちゃ走ってた。本当？そう、夢チンチラ好きでさ、そう、今日500日配信だから長めにやる感じ。今日は22時までやろうかなって思ってます。1時間半かな、やります。22時まで。うん、4周できるな4周できちゃうね。自宅待機はもう何したらいいか分かんないですよね。でも私はもうひたすら片付け片付けばっかしてた、片付けばっかしてましたね。うん、片付けして掃除してその繰り返し洗濯物畳んで、電池は大丈夫でしたか？充電してます今。いつまで自宅待機とかまだ多分公表されてないと思うんで、いい、わかんないです。私も PCR 次第です。かなー、ね、陰性だったし、本当に本当にこれでね、陽性だったらどうするこんな元気なのに陰性だったほしい。うん、全然普段の配信とかはない。ちょっと待ってコメントちょうだい。姫に LINE した？ LINE してないです。今日は DMM、 言えない DMM 見てないので。食事はどうしてるの？自炊ですよ。自炊してます。みんな何そんなに私のこと気になるのその辺は大丈夫だよ。うん、なんかいつもどんな配信してたっけっていう感じですよね。ね、心配なんだよ。確か、確かに。ありがとう、大丈夫だよ、見てみ、元気だから。ほら食べ物心配。じゃあ今からストーリーあげるよ、これ食べたって。
然。いつもメイクしてる？実は今日眉毛しかしてないんですメイク。うん、もうすっぴん、眉毛しかやってない。ほら、そう、そう、もやしとキムチと豆腐とお肉と卵のスープです。うん、そのスープ作ってさっき食べた。美味しそう、美味しいよ、やってみ。味付けはもう鶏ガラと醤油ちょっとと味噌です。アイメイクもしてません。なあ、もう眉毛しかしてません。こすっても大丈夫、ほら。美味しいよ。みんなも作ってみてね。風呂上がりだからさ。風呂上がりだから。城山動物園で。ちかなちゃんのクリアファイル買ったよ、だって。ありがとう、ありがとうございます。久々に料理した。料理って言える料理じゃないんだけどさ。でもほんとこれがいい匂いするんです、これ。いきなり商品紹介。こちらアールグレイ、白のアールグレイっていう匂い、めっちゃいい匂いする香水です。食べれます。食べれませんよ、食べれませんけど、食べれる匂い、美味しそう、食べたいぐらい。あー、これそう、紅茶、紅茶です。アールグレイは紅茶です。マジでこれはもういい匂い、好き。いい匂い。あ、もうちょっとで出るんじゃない、テロップ。白欲しいのお試しできない。そうだよね、白新潟ないですよね。出るかな、出るかな。うん、出るかな。出るかな。こんばんは。48分ぐらいに出る。あら、私何分から始めたの。31分ぐらいだと思ってた、始めたの。全然違った、まさか。もうちょっと、もうちょっと、32分からやってる。じゃあ3、そうですね、48分ですね。出るかな、出るかな。今日に限って出なかったりして、それはもう泣く。あと30秒ぐらい出るかな。じゃあ30秒ぐらいで48分です。あ、出た！うわー！イエイ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 。おー、なんか怖い。ちょっと待って。怖い。これ封じとけばよかった。ちょっと待って。
わあ待って、あーはい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 、もう次のおしゃべり会覚えててくださいこの人。あ、何すごい、ショールーム変わってる。ちょっと待って、タッチしたらすごいいろいろ出てきた。ああーうわーうわーうわー、すごい。あーもう この人もはい、次のおしゃべり会覚えとけ覚えとけ。ありがとうございます。タワーと500日おめとかいろいろありがとうございます。はい、あ、蝶々ありがとうございます。蝶々ありがとうございます。すごいね、500日だって。おめでとうだって、ありがとう。代わりに御代田町チラシ配っといた。あ、なんかツイッターで見ました、なんか配ってたみたいで、ね、ありがとうございます。KP できるもの水しかないんだけど、いい、こん中水だけどいい、これ KP します。はい、じゃあ皆さんお手元に何か飲み物を。大丈夫ですか、私あの右足今しびれてるんですよ。じゃあ行きますよ、行きますよ。はい、皆さん乾杯、イエーイイエーイ。イエーイ。うん、足がしびれて、なんかどうしたらいいかわからない。テロップ加工。はい、もう特に 何か用意することもできずなんですけどね。はい、すごい、なんかおめおめおめありがとう、おめおめがいっぱい。うわー、うー、もうこの人も覚えててください。はいはい。はい、この人もおしゃべり会で覚えておいてください。タワーありがとうございます、だけど覚えててください。本当に。ありがとうございます。って言ってもね、何も話のネタがないんですけど。私の場合は何も話のネタがないんですよね。うん、今日何、あ、そう、あのね、いっぱいお菓子はあるんです。お菓子はあるんですよ、お菓子を食べたいと思います。じゃあ何食べようか、これ食べよう。じゃあ雪踏みいただきます。危ない、これ賞味期限23日だって、食べなきゃ。あ、ブッセじゃないこれ、え、ブッセなんだこれ、え、うまっ。500日配信おめでとうって、ありがとう。うまい、
美味しい、これやばい、なんか全然噛まずに食べちゃう美味しい。中身あんずです。 YouTuber。 うん、うまっ、美味しい。おいしい。なんだろう、あ、でも長野県だね、これ。す、須坂。うまっ、おいしい。うん、うん、須坂市雪ふみ、おいしい、ふわふわ。美味しかった。安定の。でもまだ残ってるかな。これ美味しかったんですよ。ちょっと潰れちゃう。おぶせのマロンフィナンシェってやつなんですけど。そう、これがね、美味しいんです。これ食べて、これ何なんだろう、生菓子。やべえ、8月中じゃん、これ賞味期限。やばい、これは8月中に全部食べなきゃいけないやばいやばい。あ、これは9月だ、これは9月3日だだってあ、やばい、待って、これ今日までなんだけどこれ今日まで、あ、よかった、1個しかない、食べようこれ本日でした、賞味期限、食べますこれ美味しいんですよ、これ美味しい、好き。フィナンシェね、フィナンシェは美味しい。うん、まっ、うまい、うまい、うまい。明日から休ますって、軽ー、休なきゃ。全員ずつ食べてる。おいしい。私さ、ここの、ここの生地が硬い、硬い、めっちゃ焼けてるところが好きなの。わかる？みんなわかってくれる？この食パンでも耳が好き、私は。わかってくれる？このここの周りが好き。
すごい500日おめがいっぱい、ありがとうございます。だからさ、食パンでも一斤とかさ売ってるやつあるじゃないですか。一斤で売ってるとさ、両サイド耳じゃん、もう完璧。好きなんだよね。そう、耳が好きだから私。中身のふわふわも好きだけど。Amazon でお買い物しちゃおうかな。今じゃないけど。耳が好きなんだよね。耳硬いの好き。うん。今かと思った。今じゃないけど。そう、9月5日のコスプレをどうするかだよ。矢野陽子のねえ。コスプレしたいけどさ、カラータイツがさ見当たらないんですよ。ないんですよ。どうしよう。まあわかる、足は見えないんだけどさ。でもあれオレンジだよね。オレンジとピンクだよね。ピンク、濃いピンクと薄いピンクならあるんだけど、あれどう見てもピンクとオレンジですよね。そう、オレンジとピンクなんですよ、あれ多分。直接塗ろう。やばそうだよね、オレンジとさピンクだよね。ないぞ。どこで買ったんだろう。どこで買ったんだろう。すごい、500日おめがいっぱい。いや聞いたんだけど、そう、調べますねって終わっちゃって今に至るから。そう、そうなんです。なるほど。カラオケ何歌おう。何がいいですか。同じヘッドホンは買わない、白色のヘッドホン。何
にしよう。何歌おう。クラクラ入ってるの？私クラクラ歌えるかわかんないだって。高嶺のリンゴはね歌えませんまだ。アマゾンでこれじゃないかと思う。大事な。え？どれですか？何がいいかな。何がいいですか。何がいいですかって言っても私レパートリー少ねえからわからねえよってなりますよね。すいません。王様行くか。ローラーディレリローラー、なんとかな、なに、なんですか。死んだって落ちないかな、大丈夫かな。ちょっと待って、コメントで言われちゃうとちょっとあれなんで、ちょっと待ってて。ないけど、ないない、わかんない。はい、とりあえず歌いますね。あのもし私の探してるカラータイツが見つかったらタグ付けしてください。ちょっとここで言われちゃうとわかんないので、検索してもわからないのでタグ付けしてくれると嬉しいです。はい。とりあえず歌うね。いきなり始まるんだよね。ローランディレリローラン、ローランディレリローラン、ローランディレリローラン、やっぱ人間直接顔見て見つめ合って Say Hello。 あれから何してこうしてました、そんなことどうだっていいよね。緑乗って踊らず踊るしかなし、やっと近くに来てバトルなんて、今日だけは全て忘れて、もっと激しくステップ踏んで、
してくれつかりずっと夢見てた今日が来ることそんな銃を手に入れたあのナイトで騒げおさきをおよおきおさきをおよって言ってたじゃん。ありがとうございます。はい、おしゃべり会で覚えといてください。あの覚えようになっちゃった。ありがとうございます、たくさん。本当にすごい村民が来てるじゃん。なんで私一気派なのに。長野から見ていますよ。だってありがとうございます。目がマジです。本当に、はいはい、もう知りません。はい、もうこの人も知りません。この人も知りません。ありがとうございました。本当に、なんでなんでなんでしか言ってないじゃん。本当にみんな怒られたいんか。いや、そりゃ500日記念だもん。はあ、はあ、できた。でも500日もね、配信してさ、みんなが来てくれてるの嬉しいですね。ありがとうございます。じゃあ私はこれ歌いたいな。お気に入り入れてなかった。ちょっとこれ久々に歌うんじゃない。もうしばらく投げる気が。はあ。はあ。まあ。とりあえずこの曲を歌いたいと思います。もうみんな何度も聴いてる曲ですけど、これ久々に歌うのでピレナソ公演できてないから、ちょっとね。Thank you.
出てた。おお。タワーありがとうございます。はい、この人も覚えててください。低すぎて声が出てない。すごいたくさんありがとうございます。ブラボーまで来てるじゃん。尊いなんか久々に見た気がする。あれ？そうじゃない？ありがとうございます。いやいやいやでも星返し忘れした。忘れないで。そう忘れないうちに私メモっとこう。誰でしたっけ？ターバーって言って。はい、はい、はい、メモりました。メモりました。次何歌おうかな。何歌おう。メモって言って笑われた。ああそうね、最後にじゃあマックス歌いますね。うん、何がいいかな。悪気はやりません。悪気はやりません。ご役につついても私はやりません。うん。何がいいかな。じゃあ私の好きな曲歌うわ。好きな曲歌うね。これは多分みんなわかんない、知ってる、私何回か歌ったことある曲なので、はい。こちらです。Bye.
口があるんだ。大人たちに支配されな、初めからそう諦めてしまったら、僕らは何のために生まれたのか。夢を見ることは時には孤独にもなるよ。誰もいない道を進むな。この世界は濡れてでも始まらない。イエスデイのかサイレンマジョリティ。はい、そんな感じでございます。何で歌おうかな。いい音いい音って歌。うん、何がいいかな。何がいいですかって言っても私曲はあんまりわからないからな。ホネストマンとか全然聞いてない。思い出した、チャイムなあったらだ。誰より先に、うんうん、私いつも何歌ってるんだろう。いつも大体のおねん。うん、ほんと？欅坂さんのイメージ強いですか？好きだからね。何がいいかな。あー、曲わかんないとあれだね。からのゆりか、うん、私いつも何聞いてるんだろうって思ってさ、見てみたの、聞いてる自分のね、自分の自分の聞いてる楽曲これでした。この4曲。うん、聴いてる最近。ナイラの表面張力はもうね、口が回らない。口が回らなくない？キリキリさよならが言えないよ、姿微笑んだ。
じゃあうまく歌えるかわかんないけど、みんな可愛い曲が好きだから可愛い曲歌うね。可愛い曲歌って、どうしよう。でもこれもわかんない、歌えるかわかんない。こっちでした、ボタン押すの。いやー歌えるかな。歌えるかな、マジで。お、喉鳴った、聞こえた？あ、止まった？聞こえた？今喉鳴ったの聞こえた？私喉鳴るんです、すごくない？まあそんなことはさておき、はい。ちょっとじゃあこれも歌おうかな。歌えますね。うん、わかんない、とりあえず歌ってみる。いや久々に聞くし歌えるかわかりません。
すごい、ありがとうございます。はあ、ささ、あと1、2曲かな。1、2曲にするか。あと何歌おう、何にしよっかな。なななな、なななな、ちょっと探してみるね。私なん、いや、何歌おうかな。全然、じゃあ私の好きな歌歌うね。全然あれだけど、うまく歌えるかな。ちょっと、あ、はめ、あ、動いてる？動いてるね、よし。これを歌って、マックストキー歌って終わりにしますね。はい。これです。全然季節あれだけど。
ない。すごいたくさんありがとうございます。あ、ちょうどいいですね。これでマックス時歌って。はい。パチ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 。はい、ということで、じゃあ最後にマックスときを歌って、時ってあれだね。はい。ということで、続いての曲が最後になります。はい、この曲を歌いたいと思います。はい。はい、ということで最後にこの曲です。
ごいすごいタイミング、ナイスタイミングでミラーボールも終わりました。すごいたくさんありがとうございます。はいはい、ということでね、パチ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 、すごい最高最高。最後に500日振り返りますか。ちょっと待ってちょっと待って、うわちょっと待って、いろいろなんかうわわってちょっと待ってすごい国歌全然聞けてない、やっぱりマックスだな。だってありがとうございます。フォーフォーってちょっと待って、タワータワーもありがとうございます。おしゃべり会で覚えておいてください。おしゃべり会来てくださいメモります。はい、ということでね、あ、ちょっとこれ外しますね。よいしょ。500日か。なんか多分誰でもそうなんですけど、誰でもっていうかなんだろう、なんかやっぱり配信をさ毎日続けていくとどうしても配信が義務化になってしまう。それはやっぱりなんだろう、私にとってはちょっと悩みで、なんか無理しなくていいよって言っても配信するとファンの人はやっぱり喜ぶし、ここまで続けてたしっていうのを考えると、そうそうそう、やっぱりもう見ての通り機嫌の悪い日とかもあるじゃないですか、私機嫌の悪い日がほとんどだと思うんですけど、でもそうだからこんなんだったらその配信でもあるんですけど、まあなんやかんやあって500日達成しましたでもなんかね、そういう短期なところとかは直さないといけないなって思いつつ、でもなかなか人間の性格は直らないから、そうそう、でもこんなクソみたいな性格、口も悪いし変なコメント来るとすぐイラッとするしクソみたいな人間の配信をね見てこう応援っていうかね、いろいろこう支えてくださる方がいるからこそ、こんなに続けてられてるんじゃないかなって思うかな。そうだからやっぱみんなのおかげだよね。配信するとみんな来てくれるし、来てくれなかったら配信してる意味ないし、そうかな。やっぱりみんなのおかげです、ありがとうございますそうね、ね、コロナ禍も続いてるからさ、やっぱりその劇場公演も
行けないっていう方もいらっしゃるじゃない。だからこそ配信は続いてるっていうか続けてられてるっていうかかな、やっぱり。うん、早くコロナ禍、じゃあコロナがね収まってくれたらいいなって思うな。うん、私ということで飾るのはい、かな。本当500日ね、すごいね、私もびっくり500日かすごいね本当に。うんね、ありがとうございます。1000日は何年ですかあと何年、2年ぐらい、やば、すごいね。500日毎日見てた人っているんですか。あ、500日、はい、連続配信おめでとう、ありがとうございます。ね、でも見逃したって言っても少ないでしょ、どうせっていうか、もう ほぼほぼ来てる方がほとんどなんじゃないですか。みんな本当私のこと好きね本当みんな私のこと好きねいやでも本当、うん、ね、もっと性格がいい子なんて山ほどいると思うのに、本当に私のこと好きになってくれてありがとうっていう感謝ですね。うん、ありがとう。気になってきました、ありがとうございますありがとう。はい、そんな感じです。本当にいつまで続けられるかわからないけど、うん、どうせまた配信やってもわかんないよ、明日の配信機嫌超悪いかもしんないし、明日は明日でわかんないけどはい、でもなんかね、うん、ありがとう機嫌が悪い私の配信でもこうよしよしって大人の皆さんがよしよしってしてくださいはいはい、はい、そんな感じでございます。
悪い時はそっとしておきました。これから無理して配信しなくてもよく、まあそうですね。ねえ、アイスが食べたいです。はい、花束ありがとうございます。アイスのストックがないので。アイスが食べたい。今何が食べたいかっていうと、あのよくその箱のアイスである周りがソーダみたいなアイスで中がバニラアイスのやつ、わかる？あれがなんか食べたいの、わかんないけど、周りシャリシャリのソーダ味ので中がバニラアイスのやつか、ラムネのアイスが食べたい。あーすごい、なんかアイス飛んできちゃった。私がアイス食べたいということだから、食べたい。なんか甘いやつでもないし、だからといって氷系でもないし、その真ん中なのを食べたい。アイスが食べたいよ。子供あー食べたい。悲しい。はあ、わかる。500日配信最後アイス食べたいっておもろいよね。本当に。このアイス食べようと、うわーアイス食べたい。ため息しか出ない。いや、牛乳ないんですよ。牛乳ない。うわ、アイスのストックないんだよな、多分ないんだよな。食べたい。はい、まあちょっとダンジョン読んで終わりますね。すいません、アイス食べたいで終われちゃった。本当にちょっと待って。はい、13位かわちゃんさん、13位かわちゃんさん、12位ヨングさん、12位ヨングさん、11位アッキーさん、11位アッキーさん、10位 D 山さん、10位 D 山さん、9位霧島彩人さん、9位霧島彩人さん、8位奇跡の左足さん、8位奇跡の左足さん、7位ケンタンさん、7位ケンタンさん、6位タッチンさん、6位タッチンさん、5位ノアパパさん、5位ノアパパさん、4位マイクさん、4位マイクさん、3位オニオンさん、3位オニオンさん、2位ナリッサさん、2位ナリッサさん、1位エルトさん、1位エルトさん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ということでね、もうお時間になってしまったので、これにて終わりにしたいと思います。本当に500日毎日配信続けられたのは私ではなく、本当に皆さんがいるおかげです。で、そして今日ね、すごいたくさんね、お祝いのコメントとかもそうですし、たくさん盛り上げてくれて、星投げとかもコメントとかも、ギフトとかタワーとかね、いろいろ本当にありがとうございました。はい、まだまだね、未熟な私なんですけれども、ちょっとした声で切れちゃったりとかするんですけど、これからもよろしくお願いします。ということで、はい、終わります。ありがとうございました。また会いましょう。ルームバイバーイ。おやすみなさーい。バイバーイ。ありがとう。バイバーイ。